1855年頃の植物園中便源、旧植物園はドイツの植物園で1996年に中便源大学植物園が新設され、旧植物園は地域公園になっている。中便源の植物園の歴史は、中便源大学に医学部の教授として招かれたレオンハルトフックスが修道所の家の近くに初めて薬草園を開いた1535年まで、 遡ることができる。1663年に、ビュルテンベルク校、エーバーハルト3世が、大学の植物園ホートゥースメディカスを作り、大学に庭師を置いた。1681年に、医師のゲオルク・バルタザール・メッツガーが、園長に任じられ、1688年からは、ルドルフ・ヤーコップ・カメラリウスが園長を継いだ。1744年に、 最初の温室が作られ、1751年から巧妙な植物学者、ヨハン・ゲオルク・グメリンが園長を務めた。1804年頃から、ビュルテンベルク国王、フリードリヒ一世によって、植物園の拡張が始められ、古い墓地と旧馬術競技場の敷地が購入され、カール・フリードリヒ・キールマイヤーの指揮下で、新しい温室や講義棟が建設され、 19世紀前半に最盛期を迎えた。1820年に最初の目録が出版され、1859年までに栽培される植物は5226種に達した。1878年にビルヘルム・ペッファーが園長となり、1886年にかなりの大きさのパームハウスが作られた。1969年に中便ン,ン大学に 新しい植物園が設立され、地域公園となった。ありがとうございます。